大和銀座ビルは東京都中央区銀座にあるオフィスビル。大和ホールディングスが所有。大和銀座ビルは東京の主管道路である昭和通りに面した位置にある富士火災会場保険が建築主となり1974年に施行。富士火災銀座ビルとして富士火災の東京本社として機能した。1991年に設備などのリニューアルを実施。 1995年には兵庫県南部地震が発生し1980年前の建造物の被害は著しかったためその秋に耐震工事を施した2012年にヤマトホールディングスがこのビルを所有する富士ファシリティビルマネジメントから銀座ビルを60億で取得しビル名もヤマト銀座ビルに変更グループ会社の意思疎通のスピード化と 診療コストの削減などを理由に参加企業の分散している本社機能の集約を公表。現在は大和グループの本社ビルとして機能。なお、富士河西の東京本社は虎ラノモネイ店。道路挟んで隣接した南側には同社の宅急便センターと大和運輸本社別館がある。なお、富士河西銀座ビル敷地はもともと当時の大和運輸の本社ビルがあった場所であり。 k.a. 何に陥った時に手放した敷地である。http://www.nikkan.co.jp:/news:/nkx1120120606can.html 日韓工業新聞 http://www.yamato-hd. と co.jp スラッシュニューススラッシュ h24 スラッシュ h2420 で1ニュース html ヤマトホールディングスニュースリリースありがとうございます